はい、どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、今日もね、こちらの壮行会から、動画見ていきたいというふうに思うんですけども、本日のテーマは、クイヒーラバルですね。で、クエイクを使ったクイヒーラバル、結構ね、いろんな方がやってらっしゃっても、皆さん、目が肥えてる方は肥えてるというふうに思うんですけども、今回ね、これ3本見てもらいたいと思います。1つ目と2つ目っていうのは、タウンホール、12の、クイヒーラバルですね。で、最後3本目はタウンホール10の、クイヒーラバルをね、見てもらいたいと思います。で、特に1本目と2本目はクエイクを使ってますけども、3本目はね、クエイクを使っていません。でもクイヒーラバルのね、タウンホール10で、どんな形が作れるのかなっていう、そのね、参考に見てもらいたいというふうに思いますので、ぜひね、最後までご視聴いただけると幸いです。で、早速始まってますね。今回ギガテスラ、すごいね、これ処理しやすいところにありましたね。壁から3マスしかこう離れてないので、全然ね、これはクイヒの、クイーンの方に届いちゃいます。で、そのまま、こう、壁をこじ開けて、クイーンを、8時方面のね、この壁の中にこう入れていくプランになってますね。このところ。ね、ここのところ。で、今このバルーン出してますけども、このバルーン7のっていうと、これはクイーンがね、この大砲にターゲットを取ってそれちゃわないように、念にはね、入念なサイドカットを入れてるという格好ですね。で、中に入ったら、あとはもうこの超高火力をガンガン、押し進めていきます。もう、ひたすらね、レイジで回復しながら、クイーンを進めていくんですけども、もうレイジを絶対切らさないっていう感じですね。で、ここでね、クイヒーがかなり奥深くまで処理しましたね。この辺までこうクイヒーが1対5を処理してくれるので、そうすると、あとラバルを回すルートっていうのはこう見えてきますよね。こんな風に。ここをぐるっとラバルで回しながら、ボマーを使ってしっかりとカットを入れながらやっていくという感じですね。これちなみに多分初見ですね。初見でやってると思うんですけども、ラバルを回す上で一番大事なポイントっていうのは、バルーンをバラバラにさせないことをですね、なるべく細いルートをまとめて通すような格好を作ることが重要なんですけども、それをね、よっちゃんいかさん、きっちりやってます。で、呪文がね、もうなくなってますけど、もう正味ね、怖いのはウィストだけですね。ウィストがね、やっぱりなんだかんだ皆さん、意識しない方も多いんですけども、バルーンの天敵なんですね。束になったバルーン、今言ったように束にして動かすのがコツだよって言ってるんですけど、一方で束になっちゃうと、ウィストとかにね、一気にまとめて落とされます。それが意外に天敵なんですけども、今回はね、それ1本しかなかったんで、もう一気に押し切りましたね。こうね、数の力で押し切ったっていう言い方ができるのは、多分対空砲なんですね。ウィストは数の力で押し切ったとなかなか言いにくい、施設になってます。ので、これはね、スピードで押し切ったっていう感じかな。やられる前にやったっていう感じですね。いやー、お見事ですね。なんか鮮やかすぎて、ちょっと、なんで自分ではこういう風にできないんだろうなっていう風に見てて、こう、非常に思うところなんですけども、ちょっとね、もう一回このガッツさんの説明見てみましょうか。今回ね、このガッツさんのアタックで、ガッツさんってごめんなさい、よっちゃいかさんってね、オーカさんっていうプランにいる方なんですけども、本赤がね、クラクラチャンネルの、に所属していて、ガッツさんっていうことで、ツイッターなんかもやってらっしゃる方なんですけども、ガッツさんって名前で、登録されてます。ちなみにこのガッツはですね、ガッツ石松でも何でもなく、ベルセルクっていうアニメがあるんですけども、漫画かな。その漫画の主人公ですね、ガッツっていうのがいて、そこから撮ってるらしいですね。これは完全に余談ですけど。で、今回のね、このクイヒーラバルをやる上で、一番重要なポイントっていうのは、まずクイヒーでラバルのルートを作るっていうことですね。さっき言ったように、このくらいのところのクイヒーでこう壊していきますんで、そうするとラバルのルートがこう見えてきますよね。こういうルートを作ってラバルをなるべく細いルートに対して通していくっていうのが重要。かつ、今みたいにクエイクを使ったりジャンプを使ったりしながら中にクイーンを入れていく場合っていうのは、これアイスゴーレムでサポートをね、するっていうのができないんですね。突破兵器なんかを使って、ウォールバスターとかかな、いうのを使って、中にアイゴール入れて、クイーンの延命とか、いうのが非常にしにくいんですよ。なんで、火力、よく計算すべきですね。これ結果的にクイーンやられちゃうんですけども、ここでねレイジプラスあとクローク1回だけ使って、クイーンがある程度狙った仕事ができるところまで伸びてくれないと全く意味なくなります。今回はエアスイーパーと対空砲2本かな、2本か1本だったかきっちりこれを折ってくれてるんで、あとねバルーンのルートをもう作ってくれてますよね。非常にこう細いルートがこう出来上がってますね。こういう風に作ってくれてるんでいいんですけども、ここまでやりきれず、クイーンが例えばこの辺とかこの辺とかで早々にやられちゃう超火力があってね、あとスケトラがいっぱいあってとか足止め食らって前に進めないうちにやられちゃったりするともう全然話にもならないので、アイスゴーレムがいるとかラバーハウンドがいるとか、スケルトントラップがあるとかいう場合には事前にそういうのをねすり出すないしは超火力者に入る前に処理できるような場所にあるかどうかですね。クランジョここにありましたけども、こういうねクランジョとかクイーンの足止めをしてきかねない施設っていうのがどこにあるのかっていうのをよく見ながらね使う場所を判断してもらえるかなというふうに思います。超火力隊に援軍処理をしながらこう入っていくようなことになっちゃうと、大体ねそこでレイジを使っている時間、レイジの効果が切れちゃったりとか、クイーンが力尽きるんですね。もうそうなっちゃったら元も子もないので、この戦術ぜひねこういったところは注意してもらえたらなというふうに思います。で、もう一本ねタウンホール、12のアタック、見てもらいたいなというふうに思います。今度は、テンプレ人っぽいやつなんですけども、これですね秋風さんが取ってくれた、このアタックです。これよく見ません？いろんなマルチなんかで、特に対戦でも結構見かけること、そこそこあると思うんですけども、見かけたらねこの方法で多分全開いけちゃうので取って、やってもらえたらなと思います。今回秋風さんもね今、バルーンジャイアントを使って相手のスケトラと、援軍釣り出して火力の低いところで処理しますよね。これやっぱね非常に重要です。クイーンがこういうね中心部のこういうところで足止めされちゃうと、もう本当にそこから先進めなくなっちゃってやられちゃいますんでね、クイーンが中央に入る前に援軍を処理して万難排してその防衛施設と向き合える状態を作るというのが非常にねこのアタックをする上では重要になってきます。で、バーバリアンキングと、ベビードラを使ってしっかり両サイドをカットしながら、クイーンがもう、ギガテスラのねこっちの方面に、確実にこうね入っていけるような、こんな感じかな、こう入っていけるようね、そういうルートを、作っていってますね。この辺もお見事ですね。綺麗にクイーンが中に入ってます。で、ダメージの分散がしっかりできてますんで、ギガテスラここもね多分もう一発レイジが必要かなと思うんですけども、そのレイジを使ってそうですね乗り切りながらギガテスラを落としていきます。で、あとはラバーを2体出して一気にここの面でガッとねこうバルーンを出していきます。もうこれがね非常に楽なんですね。面で押していけちゃうっていうのはすごく良くて、であとはもうねラバーとバルーンを一気に、中心部に持っていきます。でこれもねヘイストとかね持ってってないんですねほとんど。でヘイスト1個しかなくてほぼレイジに費やしちゃってるんですけども、とクエイクかな、レイジクエイクに なんですけど、結局さっきも言ったようにバルーンの天敵っていうのはマルチインフェロタワーとかウィストなんですよね。でその辺っていうのを序盤に壊せちゃっているので、見てくださいこれ全然バルーンたちがやられないですよね。ゆっくりゆっくり進んでるんですけども、バルーンを落とせる施設がないんですよ。なんで、ちょっとこれはね、今回のクイヒーラバルだけの話ではないんですけども、バルーンを使う場合には、必ずしもヘイストでバンバン進めないとやられちゃうぞっていう風なもんではなくて、むしろそのウィストとか、あとはマルチ IT とか、そういう複数体攻撃できる施設に出会った場合、そこをね、早く切り抜けるためにヘイストを使うっていうのが、結構ね、バルーンを生き残らせる、コツなんじゃないかなっていう風に、私個人的には思ってます。はい。というところでね、秋風さんのナイスアタックでしたね。この配置はもう、この方法で取れるんだって私分かったんで、これからこれ使おうと思います。見かけたらね、カモだと思って皆さんもやってください。で、ラスト。高血圧ハム太郎さんですね。このアタック、見ていきましょう。これタウンホール10なんですけども、ハム太郎さんのね、攻める相手は11です。で、まあ、施設レベル的には結構11のカンスト級ですけども、イーグル砲とあと、インフィルタワーがないですね。まあ、なんで、まあ、そこを考慮すれば多少ね、なんていうのかな、ゴボゴボというか、まあ、タウンホール10カンストぐらいの火力と見ていいのかななんて勝手に思ってます。で、これも同じなんですね。クエイクを使わないで、食い火でね、壁開けしてどんどん中入ってます。で、まあ、これはね、結構リスキーですね。なんていうのかな、星2を絶対取んなきゃいけないようなアタックでは、こういう方法は絶対多分、ハム太郎さんやらないんですけども、今回ね、番手も48番手と、まあ、かなり下の方に行ったので、思い切ってこうね、全開狙いのかなり難易度の高いアタックをやってくれたんじゃないかなっていうふうに思います。で、これですね、ポイズンを使って、ラワパティを処理しますね。うまいですね。ポイズンの呪文をね、先に使わないのが本当にうまいです。パティを処理するのに、ポイズンは使った方がよくって、ラバーハウンドが援軍で出てきて処理する場合にはね、ぜひ焦ってね、ポイズンを打たないように気をつけた方がいいですね。で、今見てもらったら分かる通り、序盤出した、バルーンが一気に、このウィザードの塔で落とされましたよね、ここ。この2体のウィザードの塔で、この2つで。こんな風にね、ウィストは本当に怖いです。バルーンの天敵なんで、これ皆さんよく注意ですね。で、ここにまた集まってきたバルーンたちも、ウィストがものすごい勢いで削ってますよね。あっという間に全部のバルーンが落とされちゃいました。ただ、食い火がね、こう生き残っているっていうのが今回のアタックがすごい良くて、対空砲なんかも1本ありますけども、まあ、ボマーがいればね、全然、突破できちゃいます。ボマーがあとは残った施設をきっちりこう壊していって、最後は、弾くところでヘイストをかけて全開ですね。非常にお見事ですね。1個ここにテスラが残ってて、ここに一生懸命バルーンが向かってますけども、まあ、これはご愛嬌ですね。まあ、今回みたいに、クエイクをね、使わないでやる方法もありますが、確実な方法はクエイクを使うことでしょうね。で、バルーンを使う場合には、なるべく対空砲を早く壊そうとするんじゃなくて、ウィズ島とマルチ IT、これをね、早く壊すようなイメージでヘイストを使っていくと、全体がうまく回ります。ハム太郎さんの今のアタック、なんならね、見返してもらえたらと思うんですけども、そこに向けてヘイストの呪文をふんだんに使ってますね。非常に、私はそれを見て、今のこの、なるほど、対空砲が第一優先ではないんだなっていうことを学びました。ぜひ皆さんね、この辺っていうのも、このうまいプレイヤーのね、アタックから盗んで、やってもらえると、また皆さんのこう全開率がね、ググッと上がるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ご参考いただければ幸いです。はい、というところで、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ皆さんね、カンクラにも遊びに来てもらえたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では失礼します。バイバイ。